こんにちは、TBTV をご覧の皆さん、テラケンです。今日はエンドターンについて説明していきたいと思います。エンドターンというのは、チクタクの延長のトリックで、まずはチクタクを進めるようになったら、今度は、スタンスを両足ネジの前に置いてカニ歩き、これも後で説明していきます。でカニ歩きができるようになると、こう180度くるっとくるっと回るような、これをエンドターンと言います。セクションを登ってフェイキーになった時にくるっと戻ったり、じゃあ逆に自分がフェイキーになりたいなと思った時にくるっと回るような、そういうトリックです。それではやっていきましょう。エンドターンの挑戦権は、まずはしっかりチクタクができることです。チクタクで、チクタクで進めるようになったら、今度は前の足をネジ前に動かします。両足ネジの外側に動かします。そしたら今度はカニ歩きですね。前に進んでみましょう。前に歩く。今度は後ろにも下がってみましょう。フェイキースタンスからエンドターンをやっていきます。お腹側に回る場合のコツは、まずはかかと側にブッシュを潰します。かかと側にブッシュを潰して体重をかけます。続いて上半身を進行方向開きながら、最後にチクタクの動きを使ってくるっと回ります。では背中側に回るエンドターンを説明していきます。つま先を潰して上半身を回る方を見ながらくるっと、で慣れてきたら、両足を広げて、今今度メインスタンスのフェイキーで回ったと思うんですけど、今度は逆の足でもこう回れるように練習します。ちなみにメインスタンスの逆はスイッチスタンスって言います。でスイッチスタンスでフェイキーになることをノーリースタンスって言います。右利きの人が左でやりにくい方の手でやるみたいな感じです。で慣れてきたら、今度ノーリースタンスでもこのエンドターンを練習するようになると、これ両足を広げて、要領はさっきと一緒です。潰す方とか体の曲がり方とかは一緒で、くるくる回れるようになって、進めるようになって、でこのエンドターン、ちょっとバランスが崩れた時とか、トリックのリカバリーに非常に役に立ちます。なので覚えておくようにしましょう。で、エンドターンの注意点は、やっぱ上半身が回るので、非常にバランスを崩しやすいです。ターンとか回ったりするので、でも重心がやっぱり動かないように、頭はこうなるべく下真上にあるように、重心が真下にあるように立ってもらって、肩だけを回すイメージですね。平行に上半身、肩は平行にして
肩だけを回すイメージでいって、まずは潰し、次に上半身、で最後に足がついてくる。ちゃんとこう板から落っこちなくて、肩を平行に上げて、肩は平行。これを意識して練習してみましょう。はい、それでは今回はエンドターンの説明でした。今後もハウトゥー動画、スケートの動画どんどん上げていこうと思っているので、もし参考になったよっていう方はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。以上 TBTV でした。ご視聴ありがとうございました。